沼津石英介でございます。これですね、今日なんですけどもね、ちょっとですね、久々にこう旅にですね、行こうとですね思いましてですね、まあ遠征とかね、旅をするときとか大体僕日帰りなんですけど、たまたま今回ですね、一泊二日ね行けるちょっとスケジュールが取れましたのでね、ちょっとね旅の様子をちょっとねお届けできればと思いますんでね、ちょっとねこれから出発していきます。着きました、大阪難波に着きました。ちょっと歩きましょうかね。ハイドさんがナポリップの真似してるってインスタライブで言ってた看板をついに発見しまして、まだこれ貼ってあるんですね。焼きが食べたい。なんか声枯れてきてるやん。
いや、なんか思ったより平日だけど人は少ないな。はい、ここはゼップナンバです。はい、まあ、僕はあまり行く機会がないですね、ゼップナンバは。はい、ゼップナンバです。まあ、もしいつかゼップナンバにライブ参戦する機会があったら、会場解説とかも撮りたいですね。まあ、今回は会場の全貌だけで。いい通天閣。이제 사용하지 않으면
厳選です。キュークレ使って取れました。かぶりつき、あちらに見えますのが阿部のハルカスですね。うわ、俺ここ走ったわ、雨の中。なんかこの辺りはちょっと土地感ありますよ、この僕でも。はい、ちょっとね、本日のね、宿に到着して一息つきましたんでね、これからね、ライブ会場に向かっていきたいと思います。いや、久しぶりのね、大阪遠征ですよ。はい、って感じでちょっとね、楽しみたいと思いますんでね、それでは会場に向かいたいと思います。はい、ということでですね、ライブ、ハイドライブ2023行ってきて、帰ってきました。いやー、よかったですね。はい、いや、大阪も、よかったです。羽田も行きましたけど、はい。やっぱハイドライブのいいところは、もうね、まず帝国開演。帝国開演っていうのがね、すごいいいんですよ。もうじゃあ、7時6分に始まるってなったら、もう来てるね、お客さんもオーディエンスも7時6分に合わせてもう気持ちを高められるわけじゃないですか。で、高めていくんだけど、でもハイドさんもちゃんと、7時かな、10分前だっけ、7時か、7時になった瞬間に開演前 BGM もね、他のアーティストの曲じゃなくて自分の SE を流し出して音を大きくしてもう始まるぞみたいな感じで、もうみんなのこうスイッチを、あ、もうそろそろライブに始めますよっていう風に切り替えてくれたりする、なんかそういう本当に心遣いっていうか、なんかライブの作り方がやっぱすごい上手いなって思って、はい、やっぱりこう最初からね、飛ばしてくれるハイさんのライブは魅力的だなと思いました。はい、ちょっとね、めちゃくちゃ疲れたんですけど、今日もね、ランがまだ残ってますんでね、ちょっとね、ストレッチなりして、ちょっと着替えて、走りに行ってきます。はい。はい、ありがとうございます。大阪に来たら、やっぱり551は食べなきゃってところでね、買ってきたんで、食べましょうかね、ソウルフード、大阪、関西。Don't sound like my heart